さあ、ラスト決戦78番となりました吉田俊之選手。吉川はかなりね、やはり、マシンの安定パスというお客さんみたいなのね、こうなるといいんですが、そして2コーナーから3コーナーに、こちらはですね、ここでいろんなことが起こっている。今日の最後ですね、そうか、ピーバック。そして最初のゲームはですね、3台ともに取りまして、ただちょっとね、77番の吉川選手のマシンがですね、クルガー選手のマシンがあって、これも吉川選手だったか、おーいじゃあ、やりなおさまこれで北海道の乗ってたのが大きくなっている形になっています。31秒76の状況で出たけど、さあ、栗村選手のマシンの状況はまだ、クラスの回復ということで、クラスで、まず、最初現状ということは、これ、同一マシンですからね、ちょっと前から、76番、78番、試合が、まあ、終了いたしました。